わ、びっくりしたって思ったでしょ、視聴者の皆さん。いや、せつなけいすけです。ちょっとめんどくさいレジェンドばっかり当ててもね、あれなんでね、死神さんが、めんどくさいレジェンドの作者さんの死神さんが別に作った幼女ラメーというゲーム、これをねちょっと間に実況しようと思っております。っていうのは嘘で、まあいつも通りめんどくさいレジェンドやるんですけどね。よっしゃー、これを進んでいった先にはイベントでボスらしき、てかジャイアン、カッカッカ、本当に来るのとはな、そこで知りたいのか。死にたくないけど、反政府団体は見逃せない、だから戦うけどな、俺は今忙しくてな、ここもまだ建設中なのさ。まあ見たらわかるな。こいつがもうさ、銅像の代わりと言わんばかりに積み上げられたもんな、この泥がさ。そんなの関係ねえ。はい、おっぱっぴ。小島か。あ、読まれとる。突っ込まれた。俺がこういうボケするって読まれとるぞ。さすがやな、作者さん。まあ、ここに来られたということは、見張りの騎士兵隊、騎士兵たちを倒したということ。つまりは忙しいから完全無視ってわけにもいかない相手だってことだな。スネ夫だからな。簡単だったよ。いいぜ、めんどくせえし相手してやるよ。そこまでめんどくさいレジェンド？ただし、お子様相手だからって、手加減してもらえるなんて思ってねえだろうな。ああ。オッケー、バトルスタートだぜ。ジークが出現。こいつラスボスかな。あーと、そう、まあ、いいや。とりあえず、あ、そう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 。あのね、コメントを見て分かったことなんですけど、侍神剣一回使ったら使えんやんって言ったんやけどね。これ、よう見たら消費する MP の方だったんですね。そりゃ、一回使ったら20になって次のターンから使えんわなって、回復するまで。なるほど。コメントしてくださった方、ありがとうございます。というわけで、まあ、こいつは後に使おう。この、即撃剣だったっけな。即撃剣を使って暴力下げてからの侍神剣がいいだろう。そう思います。つまり普通の攻撃で、まあ、序盤を攻めればいい。こいつ強そうやな。あーちょっと待った。ちょっと待った。これはおかしいぞ。どうすればいいんこれ。勝ち目ねえじゃん。なんかある？装備。最強の力得とんだろ。なんかこれよりもなんか対処法とかあるんこれ。どうすればいいの。なんかイベントを見逃しとん俺。このままじゃ絶対勝てんのに。勝てんよな。だってさ、先に先手取られるもん、相手に。それとも侍神剣で攻撃したら勝てますよ、みたいな。そういう裏技的なもんがある。ギャフン、おいちょギャフン。なんかあるんかな、これ。なんかあるんかな、これ。あー、よぞよぞラメラメ。なんかこんなものを見つけた。牢屋であった。あ、この前のサンタや。この前のサンタおるで。おいおい、どうした、な、なに、何があったん。この前蹴飛ばしてごめんな。前出してあげればいい。あれ、王子、牢屋になんか来てどうなさったんですか。ねえ、今ここに捕まってる金髪の女の子、出してあげられないかな。なんと王子、どうしてそのようなことを。それは法律的に多分まずいような気がしますぞ。多分ってなんやねん、多分って。頼むよ、もし外に出してくれたら、これから毎年クリスマスプレゼントがもらえるよ、多分。なんですと。これ子供かい。この年になってクリスマスプレゼントがもらえるというのですか。ぐねね、それは、いたしかたありません。いいな。あの女子を解放しましょう。できちゃった。ありがとう。助かるよ。あの女子どこ行った。
お礼もせずに去っていくつもりか。あ、多分向こうやな。あの村の方に行っとんな。ってことはさ、逆側のこないね。こっち側に入り口あるかなって思ったけどないね。なぜかって樽ばっかがあるからね。樽があるからね。違うね。それはないね。まあ、とにかくだ。これでここだっちゃうだ。こっちのさ、あの相方の方に、相方って言えばいいかわからんけど、相方の方に来れたわけですな。やった。で、これで。はい、サンタです。助けてくれてありがとうね。ああ、温度差、温度差が激しいよ。でさ、お礼を要求するようで悪いんだけど、あの牢屋の兵士にこれから毎年クリスマスプレゼントをあげられなきゃな。そういうことか、クリスマスプレゼントでここに繋がっとったんか。なるほどな。実は私、プレゼント用意できるタイプのサンタじゃないんです。欲しい。バカ野郎、バカ野郎、プレゼントの1個ぐらい用意してあげてもいいやないか。その格好してるんだから。どういうタイプのサンタなの。基本的に何もしません。欲しい。でもおなじみならあの兵士さんに毎年キスしに行ってあげます。欲しい。最高のプレゼントじゃないか。どんなサンタだよ。ただの変な姉ちゃんじゃないか。失礼ですね。不思議な姉ちゃんと呼んでください。欲しい。いい意味に捉える方じゃないか。サンタって呼ばなくていいの。あ、不思議な姉サンタと呼んでください。欲しい。造語ができましたよ。姉サンタだって。今年のクリスマスは姉サンタを呼ぼう。姉サンタを、うん、ひげがぐちゃぐちゃのおっさんのサンタはいい。姉サンタを呼ぼう。みんなで姉サンタ。サンタを助けてくれてありがとうございます。お礼を差し上げますね。なにこれ、絶対なんかにある、なんかあるぞこれ、絶対なんかあるぞこれ、なんかあるぞ、なんかあるぞ。最大 HP10 しか増えんの、10しか増えんの。10しか増えんのじゃ何も意味ないような気がするけどね。もっと欲しい、もっと欲しいよ。なんか意味あったんやろうかわ。ガム噛みながらって舐め腐っとんね。舐め腐っとる。 HP10 だけ増えた。10だけ増えた。10だけじゃ多分足らんなって思うんやけどな。どうにかならんかな。読みたくなかった。そういうんいらない。飛ばさせてくれない。あーよぞよぞラメラメ。あー、闇の力を得た。どこ闇の力ってなんだい。闇の力ってなんだい。なんか変わった。なんか変わったこれ。何も変わってないよ。何も変わってないよ。何があった今。何があった。よっしゃ、もう俺は闇の力目覚めたんぞ。勝つぞ勝つぞ、もう勝てる勝てる。闇の力持っとんじゃ。闇の力は俺、何が変わったか分からんけど闇の力じゃ。闇の力でどうにかなるんじゃ、なるんじゃ。どうしよう。もう一発目から侍神拳ぶつけたろ。先手取れる先手。ああ相手の方が早かった。ドヘアドヘア。何も変わってなかったな。闇の力って何だったんや。手詰まり終わります。ふう、やっとが終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那健介の動画を見よう。刹那健介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに撮るぜ。俺の気持ちがスパーキー。